そうなの。負けちゃったんだ、あっちの私。そこまで爆笑するくらい面白いか。だっておかしいでしょ、あれだけの力を上げたのにあっさり負けるなんて、ダサ、ダサすぎ。次元つっても一応自分自身のことだろ。はあ、そんな弱っちいやつ全然私じゃありませんし、出来の悪い偽物がやられただけですし。それを言ったらおめえの方がって、どうでもいいか。それよりさ、どうなんだよ、おめえまた力が強くなったんじゃねえの。いや、それがね。お、また笑い出しやがった。なんだよ、ちゃんと答えろよな。そりゃ笑いも止まらなくなるわよ。もうね、すごいの、すっごいことになってるのよ。私、世界を一つや二つ余裕でぶっ壊せちゃうっていうか。おお、マジでか、すげえすげえ、さすがの俺も世界がぶっ壊れんの見たことねえぜ。じゃあな、早くやってみせろよな。慌てるんじゃないわよ、ちゃんと見せてあげるから。まずは、そうね、弱っちくて使えない偽物に代わって向こうの世界からかしらね。知れない方より私にくっついてくださいまし。まったく、ブルルートがやりすぎたのよ。私じゃないよ。本当にこの方女神だったのですか。私たちの見間違いでなければ、すごい汗拭いてあげないと。わざわざ連れてきて看病してあげてたのよ。あんなものを見せられては話を伺うしかありませんもの。あんなものというのは、もしかして。変身しておかしな人になってたこと。
少し違うわ。変身前から十分おかしかったでしょ。に乗りすぎてごめんなさい。謝った、いつものママだ。普段はこんな感じなんだ。七賢人の人たちが言ってた通りかも。ね、そろそろ本題に入るけど、あなたレイでいいのよね。あなたも女神なの？やっぱり気づかれて、ごめんなさい。謝られてもわかんないよ。はっきりと自分の口で言って。はい、女神でした。もっとママも女神？リーと一緒だ。そこんところ詳しく、多少長話になっても構わないからさ。はい。では、僭越ながらお話しさせていただきます。それはもう、はるか遠い昔、皆さんが生まれるより何千年も、あるいは何万年も前のことになります。あ、本当に長話になりそうな予感。お茶とか用意した方がいいかな。それじゃあ私が入れてくるです。お茶受けもよろしくお願いしますわ。当時この大陸には国という概念すらなく。ちょっと待った！なんですか？何？今一瞬チラッと出たの？何？バグか何かではありませんのよね。わかりやすいかなって思って、当時の状況を簡単に絵にしてみたんですけど。え？今のが、え？どう見たって絵じゃないですか。ほら。いや、ほらって見せられても。すごく前衛的ですよね。何が書いてあるのか全然わかんない。ママの絵面白い。なんという画伯。みんなしてそんなに言うことないじゃないですか。よかれと思ってやったのに。いじめちゃダメです。かわいそうですよ。いや、いじめてるわけじゃなくてさ、これは正当なツッコミだと思うよ。スルーするにはインパクトが強すぎるわよね。とにかくこのままでは話が進みませんし、絵のことはもう言いませんから、続けてくださいませんか。じゃあいいんですか、絵を使って説明しても。それは大丈夫だよね。事前にあれが来るって分かってれば。まあ、みんなも余計なツッコミ禁止だよ。いいね。はーい。あなたに言われたくはないけれど。それじゃやり直しますね。当時この大陸には国という概念すらなく。出た！改めて見ると、ポポーン、これかなり面白くない？こら、余計なツッコミするなってあなたが言ったんでしょ。でも確かに。絵を見てはダメよ。笑いをこらえるのが辛くなるから。そして女神も伝説上の存在としか思われていませんでした。人心は荒廃し、争いは絶えず、ただただ無秩序な世界。私はそんな世界で日々無気力な生活を送っていました。どうして女神になったのか、それすら記憶にありません。おそらく
何らかの偶然だとは思うんですけど、ただ気づいたら女神になっていました。女神となり、人ならざる力を手に入れた私は、言われるがままに、求められるがままに、国を作りました。タリという名の国です。タリですって。知ってるの、ブラン？古い文献で目にしたことがあるわ。かつてこの大陸全土を支配し、圧政と暴虐を欲しいままにした国があったと。その国の名がタリ。伝説上の存在だと思っていたけど、まさか実在していたなんて。私の中にも記録されてるかもしれませんね。検索に時間がかかりそうなので今はやめておきますけど。やっぱりそんな風に伝わっちゃってるんですね。恥ずかしい。しかし30を過ぎてから女神になるなんてなかなかの決断だと思っていましたけれど。ついうっかりなっちゃったのね。納得だわ。30は過ぎてません。ギリギリでしたけど、とにかく続けます。まさかの2枚目こんなにも早く画伯の新作が見られるだなんて すごいね。私絶対こんな風に描けないよ。皆さん、話そっちのけで絵を楽しみ始めてませんか？私は女神の力を用いて大陸全土を支配する広大な国を作り上げました。最初はこれは自分に与えられた使命なんだとか、人々をよりよく導いていこうとか考えていたと思うんですけど、もうご存知かと思いますけど、私って普段はこんななんですけど、その力を持つと急に性格が豹変してしまうと言いますかですね。確かにまるで別人でしたよね。プルルンが変身した時くらいのギャップがあったし。この人もプルルート様みたいになるの？私よりネプちゃんの方がギャップあるよ。決定的に違うのは、この方は変身しなくてもおかしくなる点ですわね。あんなのママじゃないもん。何も言い返せません。落ち込んでないで続きを。はい、まあその私がそんな感じでしたので、いつしか国民の皆さんは私に反発を抱いて、それが争いに発展してしまって、私は私で、その私に歯向かうだと？生意気だ。ゴミ虫にも劣る愚民の分際で身の程を思い知らせてやるわ。みたいにもうノリノリで。さっきの様子を見ていると目に浮かぶようだわ。で、本当にやっつけちゃったの？はい、それでやっちゃった後に気づいたんですけど、女神の力の源って人々の信仰だったりするわけで。そんなことをする女神を人々が信仰するはずがありませんよね。その通りです。そしてこのような感じに。まさかの3枚目マリー、もう無理私も無理あっちの二人は気にしないで続けてもらえる？
もういいですよ。笑いたいだけ笑えば。とにかく、私はみるみる力を失ってしまい、国はあっという間に崩壊。人々の心は以前よりも荒れ果てて、もう何が何だかという状況に。私のせいで。タリショックと呼ばれる出来事ね。文献にあった通りだわ。それから長い間、女神としての力はほとんどなくなっちゃいましたけど、私は死ぬことも年を取ることもなくて、長い間ずっと考え続けたんです。何がいけなかったのかなって。それでその今では責任転嫁も甚だしいって分かってるんですけど、女神っていうのが悪いんじゃないかと。女神が国を作って支配するっていうのがそもそもの間違いで、そのせいで不幸な人がいっぱい出るんだって。それで七賢人の皆さんに協力してもらって、そういう活動を。本当にひどい責任転嫁ですわね。そうよ。そんなのただあなたが無能だったってだけじゃない。はい、おっしゃる通りです。そんなひがみ根性で悪人とつるんでまで七賢人なんて組織を立ち上げたのね。ごめんなさい。しかもピーコのこと勝手に女神にしちゃって。すごく本末転倒ですよね。そうだそうだ。ごめんなさい。あんまりママいじめちゃダメ。とにかくおおよその話は分かりました。本当かどうか裏の取りようもないけど、七賢人も倒してしまった今どうでもいい問題ね。ただ一つ腑に落ちないところがありますわ。え、どこがですか？今の話ですと、あなたは女神の力を失ったままのはずですわ。それがなぜあのような、私たちをはるかに凌駕するような力を持っていたんですの？あ、それはこれからって、そうですよ。ダメですよ、こんなのんびりしてたら。まだ解決してません。全然何にも解決してないんですよ。何？急にどうしたの？落ち着いてください。とにかく説明を。落ち着いてなんかいられないし、説明してる時間もないんですよ。どうしたら。いつものままだ。はあ、レイさんっていつもこうなんだ。うん、それでね、こうすると止まるの。えい。頭が。とにかく落ち着きを取り戻されたようですし、一体何がそんなに大変だというのですか？すみません、取り乱してしまいまして。そこを説明するにはやはり順を追ってお話ししないといけないんですけど。3行でよろしく。3行って何文字ですか？短すぎますよ。そういう無茶ぶりするんじゃないの。長くて構わないからちゃんと話して。はい。それでは皆さんはもうよくご存知ですよね。
こことは別の次元に、ここととてもよく似た世界があるということを。私たちがいた世界のことですよね。そうです。あの、異次元なんてものは理論上は無限にあるわけで、ですからそれはたまたま偶然だとは思うんですけど、その世界にはそのやはりもう一人の私がいたりしまして。いたいた、正しい規制を作るぞーなんてよくわかんない運動してたよね。私が最後に見た時はもう少し過激になってたかな。それが実は私のせいと言えなくもないような可能性がありまして。いえ、もちろん悪気とかは一切なくて、不幸な偶然とも事故とも言えるんですけど。余計な前置きはいらないわ。すみません。とにかくその世界では私は普通の人間として生まれてまして、でも私はやっぱり私なんで、うじうじしててダメダメで何にもできなくて、それでも社会を変えようと思って一生懸命で、何の力もないのにすごく必死で、そういう子がいるって知って私お願いしたんです。私に残されていたわずかな力をその子に届けてくれって。向こうのレイさんに力を。じゃあお姉ちゃんがこっちに飛ばされちゃったのってやっぱり。はい、向こうの私が原因かと。元はといえば私が原因になるんですけど。やっぱり。もうおかげでどんなに苦労したことか。すみません、今更ですけどごめんなさい。そうなんだ、レイさん、どうもありがとうございました。え、どういたしまし。って、なんでそこでありがとうなのよ。ちゃんと話聞いてた？聞いてたよ。レイさんのおかげで私たちはネプちゃんに会えたってことでしょ。確かにそういう解釈の仕方もあるわね。ママのおかげ、ママのおかげ。そう考えると私もおかげでこっちのみんなに会えたわけで。そうだね、飛ばされたことについては今さら言いこなし。ありがとうございます。それでは話を元に戻すといたしまして、まだあなたが強い力を手に入れられた理由がわかりませんわ。それが実は私にもよくわからないんですけど、こっちで私たちがやられればやられるほど向こうの私はパワーアップしてるって言ってました。おー、パワーアップ。それってどういう理屈で。異なる次元の間でパワーバランスを取られているということでしょうか。推論に過ぎませんけど。それを議論しても意味がないわね。今は客観的な事実だけを受け止めておけばいい。同意ですわ。それでは今度は2点ほどお聞きしたいのですけれど。私まだ何かおかしなことを口走ってましたか。まず一つ目は、どうやってあなたは別の次元の自分の存在を知ることができたのかということですわ。あ、それはどう言えばいいんでしょう。まずそもそも私の力は次元を歪めるというか貫くような特性がありまして。あ、いけない、まだクロワールさんのことも説明してなかった。クロワールさん、イースンさん、イストワールと似たような響きですね。はい、なんでしょう、聞き覚えがあるような、ないような。
ら。多分なんですけど、ブルルートさんにとってのイストワールさんが私にとってのクロワールさんなんじゃないかと思うんですけど、とにかく私が女神になった時からずっと一緒にいらした方で。お、ちょうど俺の話をしてるみてえだな。誰？侵入者？よ、一応はじめましてだよな。俺はお前らのことをよーく知ってるけどさ。え、あなたは？イストワール？イストワールが2人？そっくりです。この人が。そうです、今説明してた。黒いイースンだから、黒イースンでどうかな。いやいや、悪いイースンだから悪いイースンだよ。どっちかって言うと。おい、そこ勝手に人のあだ名つけてんじゃねえよ。クロワールだ、クロワール。クロワール、あなたは一体何者ですか？さあな、多分お前と似たようなもんだと思うぜ。確かお前は女神の紡ぐ歴史を記録するとかなんとか、そんな感じだったよな。は、はい。ではあなたも？まあな、俺の場合歴史を面白おかしくしてって条件付きだけど。そんな、私たちが歴史に介入するなど許されることでは。タチ？タチって誰のことだよ。え、それはあれで。厄介なもんだよな。別の次元の自分をぼんやりとでも感知できしまうってのはさ。ではあなたも？お前みたいに別の次元をつなぐことはできねえけどな。その代わり別の次元に行くことはできっけどさ。なるほど。誰が別の次元に力を届けたのかが二つ目の疑問でしたけれど、もう答えていただく必要はありませんわね。というか、いきなり湧いて出てきて勝手に話を進めないでほしいわね。何をしに来たんですか？まさかまた私に余計な力を。 いりませんよ。今度こそ絶対受け取りませんからね。おう、ちげって、お前とも長い付き合いだし、一応教えといてやろうと思ってさ。ま、教えたところでどうにもなんねえけど。え、な、何を教えてくれるんです？向こうのお前がさ、こっちの世界全部ぶっ壊すってよ、お前ごとな。え、ちょっと、何さらっととんでもないこと言ってんのよ。世界を壊すなんて、そんな、どうやって。見りゃわかんじゃねえか。そろそろ始まんだろうし。うわっ、あれ、うわ、思ったよりすげえ。な、何今のは。雷？地震？それとも火事？おやじ？後ろの二つは明らかにないわね。バカ言ってないで、確かめるわよ。とにかく外へ。マジで無差別に僕はつもりだな。私の力ですか？そんな、こんなこと
ことができるくらいに。そういうこった。さて、向こうもさぞ面白いことになってんだろうし。じゃ、せいぜい頑張れよな。あ、待ってください。まだあなたにはお聞きしたいことが。もう、消えちゃった。冗談じゃないわよ。あいつこんな状態でほっぽっていく気？そんなことより、どうすんのこれ？どうやったら止まるの？こんなのがずっと続いたら、本当に世界が壊れちゃう？ぼーっとしている場合じゃないわ。とにかく今は、情報の整理と国民の避難を急がないと。そうですね。皆さんは一度、それぞれの国にお戻りいただいて。またここで待ち合わせね。できるだけ急ぐように。あなたに言われるまでもないわよ。それじゃあお先に。次から次へと、息つく暇もありませんわね。やられた分は数百倍にして返してやるわ。さて、私たちもさすがにサボってらんないね。行くよ、ブルル。行くってどこに？どこってそりゃどこ？私に聞かれても困るよ。ああもう、ネプコとプルルート様は国民を安全そうな場所に誘導して。ネプギアとピーシャは瓦礫とかそういうのの処理、情報収集は私がやるわ。はい、わかりました。いい、頑張るよ。すごいです、アイちゃん、かっこいいです。コンパさん、私たちもやれることをやりますよ。さあ、うん、私のせいで、また私のせいで、とんでもないことに。全員集まったわね。どう？それぞれの状況は。少しは落ち着いたと言いたいところですけれど、向こうからの攻撃は無差別な上に、時も場所もランダム、どうしようもないわ。街いっぱい壊れてた！ボッコボコ！ピーシャちゃん、そんな嬉しそうに言うことじゃないよ。街のみんな、すっごく怖がってた。元気になってもらおうと思って、私とネプちゃんが漫才やっても全然笑ってくれなかったし。それは単にネタがつまらなかったからではありませんの？いや、ネタ自体は悪くなかったと思うんだよね。ただどうしてもプルルのツッコミのテンポが遅くて。ごめんね、やっぱり私向いてないかも。何の反省会してるのよ、あなたたちは。あの、やっぱり向こうの私をどうにかしないことにはどうしようもないのでは。他人事みたいに言ってんじゃないわよ。誰のせいでこんな目に遭ってると思ってんの？ごめんなさい。愛ちゃん、今そんなこと言っても仕方ないですよ。私も何度も向こうと連絡を取ろうとしてるのですけど、全然繋がらなくて。あっちのイーズンは処理速度は速いんだけど、肝心な時にボカをやらかす癖があるんだよね。きっと今頃本棚の下敷きにでもなってるんじゃないかな。さすがにそんなことはありえなくもないけど、こっちのイーズンもそういうところあるよね。プルルートさんは私のことをそんな風に見て、あばば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 ばあばばばば。これは、来た、久々のバイブイースン。変な呼び方しないでください。はい、もしもし。すみません、何度も連絡をいただいたのに、ようやくかけ直すことができました。噂をすればね。大きいイースンだ。
しぶり。もう遅いよイース、何してたの？それが急に倒れてきた本棚に挟まれてしまって、先ほどまで身動きが取れずにいまして。イーサンさん、メプコに行動を読まれるなんて相当なものね。それよりそっちはどういう状況なの？そっちにいるこいつのせいでこっちは散々なんだけど。すみません、私がご迷惑をかけまして。プラネピューナの街は壊滅状態です。女神の皆さんが集まって収束を図っていますが、街の中心部に近づくことすらできない状態で。そんな、なんとかなりませんの？そちらからの攻撃がやめばこちらの問題も解決されるのですけど。現状、打てる手は一つしかありません。ネプチューヌさん、ネプギアさん、急いでこちらに戻ってきてもらえませんか？私たちですか？もうやっぱりね、主人公である私がいなきゃ無理ってことでしょ。もうみんな頼りないんだから。猫の手でも借りたいという状況なんです。お願いします。猫の手扱い？あ、見て見て、猫の手。確かにピーセちゃんの手袋は猫ですわね。猫じゃないよ、虎だよ。なんかさ、そんな風に言われちゃうとよっしゃ帰るかって気分には全然なれないんだけど。状況ではないんですよ。あの、帰るのはいいとして、あの光の道ですか？あれって作れるんでしょうか？正直微妙なところです。こちらでのプラニチューヌのシェアはどん底ですし、こちらもいい状態とは言えないわね。ピーシェとエディに好き放題やられてからシェアが回復するほどの時間も経ってないし、時間もありませんし、準備が整い次第もう一度私にご連絡ください。すみません、ごめんなさい、ここに至っても私のせいで。しかしやるしかありません。今は少しでも戦力は欲しい状況ですし。と切れてしまいました。だいぶ慌てていたみたいですね。どうするのネプちゃん。確かにあんまグズグズしてる場合じゃないみたいだね。